おはようございます。釣り子 TV です。冬場の間にですね、ちょいちょいとこう針とかね、小物を買い足して、でいろいろいじっていこうかなということで、今日はですね、この流儀のピアスフック TC ってやつですね、これとツイストロックのバネ、この2つを買ってきてみました。っていうのもですね、このピアスフックについているですね、スクリューの保持する部分ね、これが独特のこう、なんていうんですかね、薄いネジネジっていうか、こんな感じになっていて、これによってですね、魚がバイトした時にここがスポーンと抜けて、よりナイスなフッキングができるよっていうことで、こういう特殊なですね、バネ部分がついてるんですね。もうこれが特徴で、裏には書いてあるかな、全体的に曲線を描く特徴的なワイドギャップシルエットと、バイト時にワームをずれさせるための特殊ワームキーパー採用で、高い強度とフッキング率を誇るピアスフックということで書いてありました。あと、フッ素加工してあるよ、 TC コートしてあるよっていう風に書いてあるんですけども、わざとですね、ここが外れやすい風になってるんですね。これによって高いフッキング率を実現ということなんですけども、結構ね、自分で使ってるとこうキャストしてここぞっていう時にちょっと外れちゃうことが何回かあって、どちらかっていうとね、これまあこれをつけることによってちょっとフッキング悪くなっちゃうかもしれないんですけども、このやっぱツイストロックのバネっていうのが一番自分は使いやすいんですね。でこれをですね、今回はちょっと取って、でこっちのツイストロックの場面変えちゃおうかなという、こういったことなんですね。でこれはね、ツイストロックのバネ、もうそのまんまの名前ですね、ツイストロックのバネで、バネの切れ端をアイに通してひねりながら装着してください。手で行うと怪我をする恐れがあります。必ずプライヤーで装着してくださいということで、サイズが SS サイズから L サイズまであるんですけども、今回はね M サイズを買ってきてみました。でこれはもうほんとその名の通りバネなんですよね。これアイデア商品ですよね。真ん中に1本棒が出ていることによってですね、おバネが絡み合って取れない、というぐらいこうね、あのすごい強力なネジネジがついているわけなんですが、バネ出しときますかね。全部くっついてる、全部くっついております。とりあえず1個どれかはい、これね、おなじみのツイストロックのバネで、これにあの重りをつけてね、こう外付けの猫リグみたいにしたりとか、いろんな活用方法があるんですけども、まあ、今回はね、このピアスフックにつけてみようかなということで、でこれはこれでね、またあの他の、結構この部品なくなっちゃうことがあるんで、そういった時の予備パーツとして取っておこうかなと思って、結構簡単に取れるんですよね。こんな感じでポローンと取れたので、ここにですね、このネジをつけていく。ただこれだけなんですけど、これによって俺の理想とする針になってくれやしないかということで、はい、完成ね。はい、これだけですが、これによって、でこの形がまあセクシーなんですよね。こうつるーんとしていて、で結構ここがワイドギャップっていうことで、魚がスパーンと食いついたら、まあここがもう TC コートしてるから、ここの保持が強くなったとしてもですね、ドゥルンとこうワームがドゥルンと下に行ってくれるんじゃないかな、なんていうふうに思ってまして、でまあこれにお気に入りのね、こういったアワーゴビーとかくっつけていけば、ここのね、強力な顎のつける力によって結構使いたかった感じのセッティングになるんじゃないかも。ここはね、これでね、結構もう取れなくなっちゃったよ。まあこっちのオリジナルの方は、ここがズルッと取れることによってフッキングが良くなるよっていうことで、
で今回ね40番買ってきて、これパワー、ゴビの4インチなんですけども、ここら辺の40番サイズだとね、ちょうどパワーゴビだとここのなんていうんですかね、段差の部分にうまいこと針が隠れるんじゃないかなって。あ、ね、ちょっとねバランスとしては針デカめに見えるかもしれないんですけど、ここのところにうまいこと針先が隠れてくれて、これでね結構ぶち込み仕様の、スイムベイト、ちっちゃいですけどね、シャトーテールワームができたんじゃないかな。で針に重さもあるから結構思い通りのところにスーッと入っていってくれるんじゃないかなということで、今回はね40番の少し大きめの針にしてみました。というわけで、せっかくなんで忘れないうちにね、これ全部変えていっちゃおうと思います。まあ冬場でね家にいることが、ハイシーズンより多いですからね、こういった、あ、いて改造というかね、改造にもなってないですかね、ちょっとした使いやすくするためのチューニングなんていうのをごそごそと夜な夜な行ってですね、本当この形いいですよね。すごいなんかファットなワームにも使いやすそうな形で、うん、でフッ素加工されているっていうことで、まあ、TC コートの針、これをね、どうなんだろう、体感としてはね、この手の大きなワームつけるような釣りだと結構ガスッと食い込んでくれるんで、めちゃくちゃ効いたっていうのはね、まあ、でもジョイクロの針とかをこういった感じのフッ素加工の針にしたら、すごい去年の秋口なんかは結構シーバス釣りなんかでは、バラしてたような魚が深く刺さり込んでうまいこと釣れてくれたなーなんていう印象があるんで、絶対ねこういったワームの釣りでも TC コート全盛の時代がもう来てるんでしょうけど、来るんじゃないかなということで、いよいよガマカツもフッ素加工の針なんか増えてきましたからね、これなんかもトレブル RB ミディアムなんかもナノスムースコートってね、フッ素コーティングした針なんていうのもいよいよブラックバスの釣りにも主力で出てきましたからね、クロダイの針とかエサ釣りの針は結構ね早い段階からナノスムースコートって入っていたんですけど、あれバスの針にフッ素コートしないなぁなんていうのずっとね何年か不思議だったんですよね。いつバスの釣り針にこのフッ素加工してくれるんだろうと思ったら、まあこんな感じで徐々にねフッ素加工しましたよなんていう感じの針も増えてきたんで、台湾はね一足早くサクサスっていうねああいった針出してくれてますんで、結構台湾先行で、あと流儀の針はだいたいこうフッ素加工されてますんで、あれ入んねんな、こういう時にちょっとフライヤーとかでやんないと怪我するぜっていうことみたいです。あ、入ったね。これでじゃあラスト1個、まあ、ここら辺の使い心地とかはやっぱねこの好みがあると思うんですけど、自分はこの、ツイストロックのバネバネがお気に入りなんで、別にこうね今買って付け替え作業をしております。これで最後の1個かな。ちょっとね1本あたりの単価はね高くついちゃいますけどね、これでストレスなく釣りができるんじゃないかと思うと、まあまあというわけでね、こんな感じで付け替えてみましたね。でまあまあこんな感じで流儀のね、ピアスフック、TC、ね、これをオリジナルにしてこっちのツイストロックのバネばかりをつける、これによってちょっとねフッキングは1段階悪くなるかもしれないんだけども、まあよりズレの少ない仕様ができるんじゃないかなと期待して、こんな感じで、組んでみました。というわけでね、冬の間こんな感じで、ちょいちょいね、
ハイシーズン、来たるべき春に向けていろいろなちょっとしたチューニングとまではいかないかもしれないですけどね、お気に入りのセッティングなんかをご紹介していければなと思います。これでね、早いことね、冬バスも釣りたいところですけども、今日はお家の中からですね、こういった感じの、組み合わせたらいかがでしょうか、これを動画で撮影してみました。はい、というわけで、釣り子 TV でした。